おはようございます。画家の小木曽です。シレット恐竜2です、デビュー戦でございます、1の方がですねもう出ないみたいなことを言ってますので、ちょっと2を出してみました。で今日はですねブドウを描いてみました。以前からブドウを描いてみたいなと思っていたんですが、高校生以来かもしれません、ブドウだけで作品にするのは、ちょっとなんか送ってきていただいてありがとうございます、すごく立派なブドウで、ちょっとですねやつに食べられる前にもうすでに食べられましたが、1の方に食べられてしまいましたが、大好物でその前に、描いてみようと思いました。で透明水彩で、ある程度まで、しっかりと細かく描いていくんですが、しっかり土台を作って描いていくということなので、初心者の方でも描けます。この季節チャンスですよ。ちょっとブドウ単体で十分モチーフとなりますので、ぜひ挑戦してみてください。恐竜2でした。それでは解説をしていこうと思います。いただいたブドウなんですが、1日半ぐらいで私は3粒ほど食べただけで、恐竜1がほぼ食べました。恐竜2の方はもちろんね食べれませんので、まずこういうこう器ですね、丸っこいものなのでちょっと角張ったものを用意しました。こういう白い器に紫色が映えるようにということで、で、まあ、床に木を置いて、黄色というかですね少し反対色に近いようなものにしました。すっごい相当デッサンこれ丁寧にやっていきました。すごい丁寧にやっていってですね、まあ、写真をこういう小さいモチーフとか撮るとですね、どうしてもこう歪みみたいなの出てきますので、可能な限り、見ながら書いていかれた方がいいかなと思います。私はこれ見ながら書いていってるので、実際に写真、こちらの右上にあるものとは若干違っていると思います。で、たまに写真と違うとかいうコメントあるんですが、そんなことどうでもよくて、本当に自分が描きたい、ブドウ美味しく、みずみずしいブドウやったり、これなんかもう売れてですね、もうちょっと揺らすともう一粒一粒が取れていくというかですね、そんな状態を描けたらなと、塊というかですね、という感じでございます。で今回ポイントとしてはやっぱりですね、まず艶ですね、艶という部分と、このなんていうんですか、ちょっと白っぽくなっているようなところ、これなんか老化なんかっていうのをなんかチコちゃんに叱られるでしたっけ、 NHK さんの番組で、あれでちらっとやってたような、僕も流しみというかですね、わちゃわちゃ夕方とかしてますので流れてて、そうなんやっていうのを一瞬見たような見てないような、間違えてたらすみません。その白っぽく薄くかかっているようなものとか、あとはちょっとこう赤みがかっているとか青みがかっている紫、紫の中にも幅があるというものというところあたりがポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。さあ色をつけ出していきました。これは草壁さんの透明水彩を使っております。拭き取ってみたりとか、ツヤっとしているもので白い、皿の上に置いていますので反射光みたいなものが少し、出ていたりとかしますし、ツヤというのがですねキラッと描けるかなと。マスキングを使用することも考えました。でもまあマスキングない方が皆さんにとってはいいかなというかですね、難しいっていう人結構いますので、本当に初心者でも描けるブドウということで、でやっぱり主となる、ブドウをまず、玉ですねどれか決めてください。私はこことかっていうふうに、1番2番というふうに順番で決めていきました。まあ光っているとか一番美味しそうとか、なんかこうそれぞれでいいと思いますけどもそのあたりを決めてあげてからスタートした方がいいです。どうしてもこれだけこうね、玉がいっぱいあると全部描くの大変やってなってきた時に、パッとまずどれが見えるかなっていうのを頭の中にシミュレーションしてあげると、少し他のところで、まあ、気が抜けるわけじゃないですけども、少し気が楽な気持ちで描けると思います。全部をガチガチに描いていくのも大変ですしね。でこういうふうに生物上にしているものは必ず光の方向、真横か斜め前か斜め後ろかとか上からかとか後ろからかとかで、光の光源ですね、例えば柔らかい光なのか強い光なのか、これはちょっと夜描いてますので、蛍光灯みたいなものとか、アトリエで使ってるライトであるとかっていうので、ちょっと光源が強いんです。ガンとで強い光とか柔らかい光とか、そのあたりもしっかりと、そうするとこうそこに当たっている光の種類、今ちょっとこう塗り残しましたよね。でそれが分かるわけですよ。柔らかく光っている光、自然光なんかだったりするとか、影の中であるとかっていうとか、そのあたりによってすごくこうモチーフに当たっている光り方っていうのも変わってきますし、その場所というのも決まってきます。そうすると頭の中で整理しやすいんですね。このあたりにだからこうなんだと、影はこうなんだということが整理しやすいで、そういうのを書き出す前に、やってあげるわけですね。
どうしても写真とかを見ながらだけ書いてしまうと、そのあたりっていうのは希薄になってしまうんですよ。撮った瞬間っていうのはこうでああでって考えてたりするんですけど、それをプリントアウトして何かしてデッサンして、そうすると、ああ落ち着いたわって感じになるでしょ。ねえ、ね、いいですね。でもこの季節の秋の味覚みたいなもので、ブドウっていうのは確かに絵になりますね。私も高校生の時描いて以来かもしれません、この単体で描くのは。まあ、ひねくれているので、皆さんちょろっと調べたら、やっぱりすごいお上手な方いっぱいいますもんね。水彩でブドウ描いてみたという動画、水彩ブドウ描き方だけでもすごい出てくるのでね、あの、私のはどちらかというと初心者向けで、皆さんほど上手には描けていないかと思いますけども、このようにまず土台を作っていってます。で、皿の方はちょっとは磨かれした影にして、ブドウの方は紫とか青とかっていうのを多くしながら、で、皿の方はその後はちょっとこう黄色を混ぜて、ちょっとですね、その辺をこう反対色に近いような緑っぽいような感じにも少ししたりとかしていって、さをつけていってます。これは皿に落ちている影をつけているわけですね。で、まあ、塗って乾かないうちに違う色を差し込むとかっていうことは、やっぱりいつものようにやっていかれてもいいと思います。ちょっとこう上手に描けるコツの一つですよ。コツ1ですね。乾かないうちに違う色を差し込んでにじませる。長かったですね。乾かないうちに、違う色を差し込んでにじませる。そして複雑、長かったですね。というような感じにしていくわけですね。で、やっぱり自然の持っているものっていうのは、やっぱりですね、いろんな複雑な色を持っているということをしっかり認識してあげる。ちょっと緑色入りましたもんね、今ね。ということによって、皿とブドウの違いみたいなのが出てきたんじゃないでしょうか。で、今回はちょっとこう、床面まで描いておきました。まあ、単純に言うとですね、私、受験の先生というか、受験で、入れる側のこともしていて、入試で生物画があるんで、背景までこう、描く生物っていうことではないというか、大体合格してる作品はですね。だから、合格していないというか、受験っぽくない絵にするためにわざとこれ背景つけたりしています。だから、初心者の方は背景までつけなくても、皿の影ぐらいまででもいいかもしれませんよ。そして、ぐっと、どれぐらいまで今回黒くしてやろうかな、暗くしてやろうかなっていうことで、隙間を描いていく。よく私がこういろんな動画の中で、物と物の間を描いていってくださいとか、周りを描いていってくださいとかっていうことを言うんですね。森を描くとか木を描くなんていう動画なんか典型です。で、それの本当に最たるものというか、一番やってほしいものの一つにブドウ、もう一つにアジサイですね。わかりました。そうか、アジサイとブドウっていうのは系統は似ているかもしれないなということわかりました。玉状になってツヤになっているものか、花びら状にちまちましているものかっていうことで、ただやっぱり隙間のところを描いていくことによって、一つ一つの玉って言うていいんかな、玉なんて言うんですか、実ですね、実です、すみません、玉って言いやがってこの野郎って感じですね。で、そういう状態を描いていくということで、今ちょっとこう反射光の部分というのをこの辺かなということで、塗り残すためにキュキュッと丸くしたりとか、あとはツヤっと光っているので、あ、行きましたね、木ですね、この辺だいたんですね。ちなみに制作時間1時間ちょうどでございました。1時間ということは、これはライブペイントでできるかもしれないなと思うんですが、やっぱライブペイントはね、おしゃべりしながらとかですんで、これだけこう慎重な仕事を見せてもいいんですけどね、ちょっと失敗した時に恥ずかしいので、ちなみに今回大きな失敗してますよ。面白いですよ。私の動画初めて見られる方もいるかもしれませんが、失敗も含めてお見せします。皆さんもね、やっぱ失敗するじゃないですか。で、私ももちろん失敗します。そういうのをお見せします。横着しようとした時に、なんか意外と失敗したりとか、まあ、原因がよくわからないこともあります。よく聞かれるんですね、こうやって失敗したんですけど、なんでですか。知りません、私も失敗しますから、皆様と一緒ですよ。で、ちょっとこう2層目を少し濃く、書き出していってます。やっぱりこう土台を作りましたね。そしてちょっと濃いめにして、どれぐらいまで濃くしようかな。紫系、青系、紫の中でも青に近いような実のところとか、赤みがかっているところはちょっと霊気系、クリムソン霊気みたいな色とか、これはそうですね、赤みがかっているようなものとかですね、大きな房のですね、大きな房で実が大きなブドウで、本当にバクバクやつが食いましたよ。もう本当にバクバク食うて、ブーって言ってました。ちょっと2文字ぐらい出だしました。2021年9月の16日、本来は予定日でしたが、2019年、9月の20日に、恐竜1の方が予定日だったんで、同日になるんじゃないかとかって期待したんですが、8月生まれと9月生まれでございます。
そしてこういうこうヘタというかですね、木の部分も描いていくと画面の中で一気にこう緑色が入ってくるので、全然違う色ですね。だからこういうのも早めに一回入れておかないと画面のこうコンポジションというんですけども、色の調整というのは分からなくなりますので、どれぐらいこう彩度を高めていこうか鈍くしようかとかっていうことのためには、こういうのも途中段階で描いてあげることがおすすめですよね。まあ、これよく言ってますけれども、 お洋服とかを着るときにちょっとここにアクセントをつけようかしら、アプローチなんかつけようかしらとか、女性なんかだとそうかもしれませんね。男性でたまにいるじゃないですか、こうデコラティブななんて言うんですか、すごいこう刺繍の入ったジーパンを履いてる男性とか、私ああいう過去なかなかできないんですが、にゴテゴテ、まあ、それはそれでいいと思うんです、別にそれ否定してるわけじゃないですけど、その上ジーパンにゴテゴテとした刺繍が入った服のに対して、上の T シャツも例えば何ですか、横島な動物をの服を着てらっしゃる方とかが西の方に結構おられますよね。たこ焼きが美味しいところあたりですか。ああいうの見るとですね、例えば本当にもう全部、今緑がこう筆についていましたね。こういう失敗も見せてますもんね。全部が全部こう主張することが大好きな方っておられるんだなと思うんですね。もちろんそういう絵を描きたかったら描いていいんですよ。これ面白いもので、全部が全部ドヤ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 という感じでですね、自己主張をされる絵があってもいいんですね。で、絵ってその辺が自由なんです。で、私は今回はいただいたブドウのやはりこのたわわな実、そしてもう食べ頃でもうちょっと揺らすだけで落ちてくる、ポロポロっと落ちてくる雰囲気であるとか、もう早く食べてくれっていうことをブドウさんが主張してくれることが目的ですので、皿が例えばここに、まあ、デコラティブななんか柄があってもいいとは思うんですが、とか、こういうこう木とかの反対色に近いような暖色系が あって、それに対して紫系というものとか、そのこういうこうですね、シャープな形、なんていうんですか、丸っこいモチーフに対してこういうこう木目みたいな、ある程度シャープな直線的なものを配することによって丸っぽさがより強調されるね。デコラティブなジーパンにデコラティブな T シャツ着てたらもう全部が全部派手すぎて何見たらええねんって感じになるということの反対のことをしようとしているわけです。あ、これマスキングテープ貼ってみよう、めんどくさくなりましたんでね、マスキングテープ貼ってここのとこシュッシュッシュッとやったらできんちゃうかということで、シュッシュッ、あ、ラッキーできる、あ、これでええわ、これでええわ、もうしんどいからこれぐらいでええわということで、こんな横着もしていっているわけでございます。皆さんもね、ぜひね、横着とかを考え出してください。私はいつも横着を考え出すことに関してはもう本当プロ級です。剥がしてみました、あーね、ね、横着するとダメですよね、本当そういうもんですよ。ちょっと塗りね、もう あかん、補彩しとこうと、まあこういうのをなんていうか味と言います、味ですね。なんかね、よく言いますよね、なんかこう、オムライス屋さんかなんかでこの秘伝の30年間継ぎ足しに継ぎ足していった秘伝のタレをみたいな感じ、味ですか、それ味っていうのかな、ああいうのってすごいですね。そう、あれは器は掃除するんですよね。なんかこうあれですよね。僕はいいの見ながら、どうやってるんかなとたまに思いますが、ということで木目を描いていってます。いな話はもうやめときます。と言うて絶対すると思います。この辺は丁寧にですね。本来はこういうのは波を描く動画とかを、まだお見せしてないかな、作っていますが、波を描く動画というのが今後見せたりするんですが、画面を縦にします。横ストローク一番しんどいので縦にする、で手前に引くということをしていった方が楽なんですね。横にシューッと描いていくよりは楽ですので、で一番これを主役にしました、これを主役にしましたよ、もう決めてました、初めからこの、どちらかというと青みがかった紫系のやつでハイライトをボンとこう強くしておくことによって、暗いのと明るさのコントラストによってあの子が見えるということでございます。それに対して周りの少し赤みがかっているものとかっていうのをちま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 描きながら、要はバランスを取っていく、隙間の暗技によってバランスも取りつつ、今度は物の中を描き込むことによってバランスを取りながら描き込んでいくということ、そしてまたもちろんモチーフの周りですね、周りのところとかを描いたり、今モチーフを描いたりということを繰り返していく、これがまずブドウのポイントの一つだと思います。
ブドウの一つのポイントだと思いますよ。今ちょうど本当にこうね、売っている時に買った方がいいですよ。私みたいに高いわーとかって思いながらです、あ、なかなかこう手出せへんな、手出してもですね、それをもしその恐竜ワンと一緒に買い物行ってたら、もうその帰ったすぐに食われてしまうので、これはなかなか難しいぞと思ってたんですが、何かこういただいたものがありましてありがとうございましたという感じで、ちょっと赤みが上がっているものとか、あ、本当表面にできているこう微妙な違いみたいなものも、なんか一つ一つの個性みたいな気分で、書いていかれたら面白いんですよね。で、それが苦になってしまうっていう人もいるかもしれませんが、一つ一つが、あ、ちょっと赤みがかってるなとか、あ、これ玉が大きいな、玉ちゃうな、身が大きいなとかですね、そんな感じにしていってあげたらいいと思うんですね。まあ、私は古い人間なので、例えば金八先生という ドラマが昔ございました。 TBS さんですね、金曜日の8時にやっていたから、金八先生、武田鉄矢さん主役ので、例えばパート2なんかで、ですね、2なんかで、例えばある回は加藤勝さん、腐った、俺たちは腐ったみかんじゃねえの回、加藤勝さんが主人公の回もあれば、確かあれは三原純子さんは1に出てましたか、あ、忘れましたが、やっぱりこう、あとトシちゃんがパート1の時に出てたり、近藤真彦マッチが出ていたりとかですね、後々は上戸彩さんとかが、ね、主役級で出ていて、でもドラマ全体の中で、その人が主役の時もあれば、ちょっと脇役の時もあれば、となんかそんな気分で意外と書いてたりするんです、私は。だから、こいつが主役やけど、こいつに対してこれの主役の上のちょっと赤いのが、目音的な、まあ、東京ラブストーリー的に言うと織田裕二と鈴木保奈美さんみたいな感じですか、かっこ見てません、かっこ閉じるなんですが、っていう感じでちま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 、さあ最後の方ちょっとアップにしながらお見せして、最終的にはもっともっとアップにしてお見せします。これぐらいのレベルだったらば皆さんもね、書けるかもしれませんし、そのぐらいで書くの1時間で止めておきましたので、だいたいこれぐらいだったら書けるんちゃうかなという気持ちになっていただけたらと思います。なんか紙がピリッと破れた右下のとこもなんとなく味に見えていきませんか。一時皆さん私の適当な話で忘れてたでしょ、あそこ失敗しやがってというね。で、こういうこう皿の少し、柄みたいなものもあまりこう強調しすぎずに、微妙なラインでとどめつつ、影のところは2層目を塗っていく作業をしてます。若干緑がかったグレーみたいな色ですね、というのを塗りながら描き込んで、いっています。よく見ながら慎重に、そして影なんかも手前から奥に抜けていく影の色の違いみたいなものを出す。今日ちょっと脱線ひどかったですね、なんでか理由はよくわかりませんが脱線がひどかったです。誰か私のことを、おぎそ脱線先生とかね、書いてください、ありがとうございました。クリスチャン脱線先生とか書いてましたね、コメントで以前ね、面白いなと思いました。そういうセンスのあるコメントは大歓迎ですよ、よろしくお願いいたします。あと、なんかこう質問とか、まあ、絵の技術的な質問とかっていうのは基本的にはもうほぼ、全動画の中で上げてますので、可能な限りライブペイントなどをする機会がありましたら、そういう時に質問してもらえると助かります。文字を打つのがしんどいからというおじさんの老眼のせいです。よろしくお願いします。もうね、年齢には逆らえませんというかですね、ということで少しずつこう書きながら、ディティールを詰めながらですね、まあ、観察をしていって、それで書き進んでいくと、今度背景の方がもう少し書いてもいいかなと、どのそのバランスですね、その辺のバランスを見ながら、影もうちょっと濃く手前の方はしてあげてもええんかなということで、少し濃くしてあげて、これはライトが、2つ来ているので、すごくこうスポットライトみたいなものも使っています。こう動画撮影上ですね、画面をなるべく明るく照射するために、明るいスポットライトみたいなものと普通の蛍光と、だから2つの影が落ちているんですよ。こういうのも、ものを理解する。で、まあ、一つの光、影にしてあげるということでも可能ですし、私なんかはこういうのを実際にこう、二つ、これは影の輪郭のとこぼかしていっている作業をしてます。水だけでですね。だからそういうふうにこう、二つの影が落ちているから、重なり合っているところが濃くなっているとかっていうことでございます。という感じで、書いては拭き取ったりとかしながら、複雑になりながら、ちゃんと球体になってるかな、ハイライトになってるかなっていうことを書きながら、
からこれなんか拭き取って入る、なんか手に書いてますよね、ポピーオイルっていうのと、メガネのネジが緩んでいるから細かいドライバーを大学から持って帰るということが手に書いてありました。朝4時ぐらいにやっている仕事です。ちびっこがやっぱりですね、今まだあのちっちゃいので、夜中起きたりしますので、抱っこして、あよしよしようやく寝た、ちょっとじゃあ書こうかなと、急ぎ書こうかなという感じで書いたものでございますけれども、いかがでしょうかという感じで、こう大きいのところもちょっとこうあまりにも線が強すぎたんで少し弱めてみて、そうするとブドウの方に、ね、目が行くようになっていって、薄くちょっとこう茶系をもう一層重ねることによって、そして最終的なディティールをちまちまちむちも置いていきながら、完成度を上げながら、そしてこれもやっぱりこう透明水彩の白、チャイニーズホワイトというものを少し混ぜました。それは最後にこの表面の白っぽさみたいなのを表現するためには、その白さみたいなのを使うことによって、なんかローって言ってたようなチコちゃんに叱られるという番組でしたっけ、何かのあれでこれはなんかローなんですよ的なことを言っていたような気がして、薄く白くこう膜がかかっていることありますよね。でそういったものもちま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 最終的に書いていて、1時間あればこれ書けますからね、皆さんもだいたい30分ぐらいで書けるんじゃないですか。本物とかも見ながら書くいい機会ですね。これぐらいのモチーフなら本物書いてみてください。皆さん必ず書けますと言いたいとこですが、めっちゃ難しいですよ。楽しみにしてます。わー失敗したとかいう時にぜひですね、原因とかを考えてください。私はマスキングテープを剥がした時になぜああいう風になったか原因が未だに分かりませんが、まあ知ったこっちゃないわっていう感じで、どん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 他の仕事を進めていくわけでございます。といった感じで、今日の動画は以上です。美味しい美味しい3粒ぐらいしか食べれませんでしたが、大変美味しいぶどうをいただいたの回でございました。しれっと恐竜ワンデビューの巻でございました。現場からは以上です。ご視聴ありがとうございました。生後3週間ですかね、予定日が実はこの僕録画している、9月の16日だったんで、最初が早まった2週間ちょっとかな、早まったんですが、ということで今日はブドウを描いてみせました。どうですか、皆さん描けそうな気しませんか。描けます描けます。ぜひ、この季節ならではでございますので、秋の味覚を楽しんで、描いてみられてみてください。ではさよなら。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。